大阪城にはあの真田幸村が入ったと聞く。だがここで負けるわけにはいかぬ。天下を守るため豊臣を滅ぼす。高虎、一番手は任せる。宗則は我が子秀忠のそばに。はっ。はっ。伊達、上杉、立花、諸大名もよろしく頼む。お任せあれ。真田信行、そなたには辛い戦となろうが。すでに覚悟はできております。いざ天下統一、そう仕上げよ。これから戦だというのになぜそんなに悲しい目をしているのですか。関ヶ原の時に私は友を失った。そして今同じことを繰り返そうとしている。弱き者に寄り添い力を合わせることが義。私は昔そう体現していた。だが現実はどうだ。義などまやかし、弱き者を見捨て私は生き延びようとしている。バカ野郎、俺たちは友を、家族を撃つからこそ生きねばならん。生きて太平を実現せねばならんのだ。そうでなくては奴らの死は無駄死にだ。貴様はそれでもいいのか。それに義はまやかしではありません。現に私は今とても心強いもの。それはきっと痛みを知るあなたたちがそばにいるから。私も私の大事な家族と対峙する覚悟を決めました。勝って終わりにするんだ。家族や友を討たねばならぬ悲しき乱世を終わりにしよう。全てを。